筆とは比較的大型の箱。英語のチェストに相当する。和名類受賞によれば、クリアに似て上に向けて開口する器と定義されている。和感3サイズでは、小型のものが箱で大型のものが筆であるとする。エンサイクロペディアブリタニカやオックスフォード英語辞典でも、チェストは大型のボックスであるとしている。日本語でも英語でも相対的に大きさで、 区別されるなど、認識の共通性が見られる。筆は、ヤマト言葉であり、筆をそう読むのは、訓読みである。正規などは、重箱読みである。筆の音読みは、木である。足がついていないものは、ヤマト筆と呼ばれる。和筆に対し、四本、または六本の足のついた筆は、唐筆といい、宝物、衣服、文書、武具などの内容物を湿気から守るために、用いられてきた。 棺も、ビツと呼ぶ。ただし本来は、カバネツの意味である。このことから、破壊し下の遺骨を収める空間を、カロートから、カロートというようになった。ドイツのオラニエンブルク城のチェスト西ヨーロッパでは、螺旋階段を上がった会場や、地下室など家の最も安全な場所に据え置かれた。チェストを所有することは自由人のみに許された特権と、され、財産を表彰する。 象徴的な家具とされた。11世紀末から12世紀初頭の西ノルウェーでは、成分率で奴隷を解放する際には教会に、赴くかチェストの上に座らせて先制させる方法が取られた。中世西,西ヨーロッパでは、結婚により他の領地に出ていくものは、自らの領主に税を支払い許可を取る必要があり、家具類も一つずつ課税されることがあった。 特にチェストについては、ノルマンディ地方などではサイズに応じて課税された。ありがとうございます。